同じ口やな。口は今一緒やねんな。犯人はお前だ。全然。正解は。どうも、かまいたちです。さあ本日は、はい、味の素冷凍食品さんからコラボ依頼をいただきました。ありがとうございます。今回はこちらのザシリーズとコラボさせていただきます。はい、色合い完璧、美味しそう。この外食店の品質を手軽に味わえるザシリーズでございます。はい、ザハンバーグ、うん、ザ唐揚げ、はい、だからザシューマイ、ザチャーハンですね。はい、この4つを今回紹介させていただきたいと思います。はい、これを紹介するにあたって、今回ご用意いたしました企画はこちらでございます。本当に食レポをしているのはどっち。今から A と B のついたてを立てます。はい、そして、どちらかに本当に商品を置いておきますので、うん、それを食べて食レポするんですが、 A の食レポ、B の食レポを見て本当に食べていた食レポはどっちなのかを当てていただくということでございます。はい、より多く騙せた方の勝ちです。うわ、かまいたちの期待と想像を超える突き抜けたうまさのこのザシリーズ、いかに相方にバレずに上手に食レポできるかということを勝負したいと思います。はい、います。先行私からいきたいと思います。最初の商品がこちら、ザハンバーグ。お、牛 100% 鉄板焼き、にんにく醤油、黒胡椒、バター香るザハンバーグです。絶対わかる、これは食べてる食べてない絶対わかる。なんで香りで、香りでわかる、香りでわかる、香りでわかるってのはどういう、お前の口から発せられる香りでわかる。届くかな、必ず当ててやる。気持ち悪ない、俺の口から発せられる香りっていう表現。まずはじゃあ A から食べたいと思います。はい、うん、あ、食べてるね。だいぶ潜り込んで食べてるね。そんなにバレたくない。ふっすらした口やな。どっちや、なあの口まだあんのか。あの口なんなん。ハンバーグの口じゃないねんけどな。 A じゃないんじゃねえか。 あんな口なるかな。こいつ丸々1個食べてる。え、一口でいいよ、一口で。ここはめちゃくちゃうまいっす。ほう、はい、牛 100% 感がすごいです。まずこれぞハンバーグというか、はい、肉の暴力ですね。肉の暴力、表現が合っているかどうか分かりませんが、肉の暴力です。うまいってことかな。はい、じゃあ B いきます。 B お願いします。うん、同じ口やな。口は今一緒やねんな。熱かったんちゃうか、なんか首くるんって震えてるな。口は全く一緒やねん。あ、今ちょっとモグモグしてる。一切開けてないから何にも分からへん。感想でしかちょっと分かれへんな。うますぎました。やっぱりこの黒胡椒と醤油ベースのソース、はい、うん、はい、そこにバターのコク、うん、素晴らしいハンバーグでございます。めちゃめちゃ B の方味のレポート詳しいな。いや、この A いいですか、もう質問できるんですか。あ、 A ももう一回食べて。 A の時異常に深いね。多分あのままだともう皿についてるぐらい潜り込んでんねんけど、あんなあんのかな。うん、どう、黒胡椒がだいぶ効いてるなと思います、この醤油ベースのソースの上で。はい、もちろんお肉の美味しさはありますが、このソース抜群にうまいです。 A を最初に食べた時、ソースのこととか一切触れずに
肉肉しいというこのハンバーグの味の方に特化して喋ってたんですよね。で B 食べてからすごいソースとかニンニク醤油のこととか言い出したんで B 食べて思い出したんじゃないのかな、本当に食べていたのは B です。もうあの食レポの詳しさが全然 A と B で違った。ではオープンしたいと思います。はい、正解は、お、びっくりした。え、どういうこと、食べきったってこと。え、これはお招きましたが B です。お、びっくりした。そうやんな、なんややこしいな、その置き方。完食したのかと思った。 A の方は全然食レポが思い浮かんでませんでした。じゃあ行きましょう。いただきます。うまいわ、おいしい。牛 100% っていうのが本当に肉肉しいハンバーグをもうすごい表現してます、うん、んこんなに米欲しなるもんある。ソースうま、うん、ほんまに美味しいわ。フォークの後ろに乗せて食べる、ご飯の食べ方。おばちゃんがやってる。おばちゃまがやってる。おかんとかがやってる。おかん世代のおばちゃまのやってるやつ。なんなよなあれ。さあ続いて私の番です。はい、僕が紹介するのはこちら、秘伝ニンニク油特級醤油とネギ油の極うま仕込みだれ、肉汁ジュワッと、ザ唐揚げ。あ、ザ唐揚げ、うん、一番大事なんだ。ジュワッとなんやねんっていう。ジュワッとで満足してた。さあこちら行かせていただきます。おい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 、はいはい、ジュワッとで満足すんなよ。めっちゃ気合入ってるんですよ。はい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 、はいはいはい、ジュワッとで満足すんなよ。手上げて言うタイプのやつ、腹立つ。はい、これはいけます。行かせていただきます。目つぶってください。はい、開けてるよなあいつ。あいつ開けてるよな。高野花です。高野花親方の真似してた。そっちの方が分かんない。ちょっと大丈夫、ハゲてない、頭頂部ハゲてない、隠してきたけど今朝セットで。大丈夫です、ハゲてない、頭頂部大丈夫です。 OK、 もう顔上げていいの。うん、じゃあ行かせていただきましょうか。今のところ A ですね。何がわかんねん。この段階で、もう始まった段階で山内はこう、もうそっからスタートしてるみたいな感じでちょっともう心理戦を誘導してきてんのよ。俺と1回目目合った瞬間に B の方に目線を落としたんですよ。じゃあだから B の方ですよ感で目線を B に落としたんですけど、そんなバカみたいなミスするわけないんで、それは誘導です。今のところ A です。ほう、いいですか、いただいて。どうぞ。うわ、うまそう。言うけど、まず見た目、食レポの時最初言うけど、見た目がうまそうやな。言うけどやな。いただきます。はい、出てる、出てる、唐揚げA でした。ああ出てる、肉汁がもう A でじゅわっとして。はい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 、 A で出てる。山下出てた今。ちょっとチェンジしてもカウフセどっからも出てた。やっぱり A やったんかい。ほんで、はい、 OK です。顔上げていい。 OK です。A で。なぜかというと
まあ一応目隠ししてるんでお皿移動しましたよっていう音を鳴らさないとダメじゃないですか。移動させましたっていう、うん、ザーザーって往復だけの音しかしなかったんで、ほうほうほう、これは1往復しかしてないなというので今のところ A です。なめられたもんですね。ザー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 って B に行って A に戻っただけなんですいいですか、はい、もう食べますよ。うん、めちゃめちゃ食べてるやん絶対うまいやん、めっちゃうまいやん。あんなリアルな口の動かし方できへんもん絶対うまいわ。表面カリッとしてる部分美味しいのもちろんなんですけど、中まで味が染み込んでるから、もう噛めば噛むほどタレの染み込んだ美味しさがうわっって湧き出てくる、うん、激うまですよこれは。そうですか。じゃあちょっと B お願いします。はい、じゃあ B いきます。何やつ入る前に一回浮き上がってから入るやつ、ね、下手くそやな。はや飲み込むの。あうま、飲み込むの早。もう一回 B かじって飲み込むとこまでやってもらっていいですか。もうなんかパンパンになるで。浮き上がってから行くのやめろお前。水中ちゃうねんから。うん、水中に、あ、噛んで、うん。飲み込むわよ。もっと噛んだ方がええで。めっちゃうまい。もし B ならば、もっと噛んだ方がいいで。はあ、これはうまい。買います。A、うん、A で。じゃあ濱家さん。A で。私が。A で。食べてた。A で。ザ唐揚げはどっちに A であるでしょうか。ファイナルアンサーお願いします。 A で。それでは正解は A。 唐揚げ滑りしてるけど日本初唐揚げ滑りしてるけど、なんでこんな。じゃあ下手くそや、破られてる。ちゃんとやれよお前、ちゃんとやれ。おかしな話やで。いただきます。いただきます。うまっ。うまいね。もううまいね。あー、おいしいな。ほんまに味染み込んでる。めちゃくちゃ染み込んでんのよ。まあ、もちろん柔らかいし、うん、お肉もうまみあって、ほんまにザ・唐揚げっていう感じ、うん、王道でバリバリ勝負してますよっていう。これもご飯が進むやつ。やっぱニンニク効かしてくれてるのが嬉しいです。うんうんうん。なんかこうやってさ、今回コラボさせてもらってるわけじゃないですか、うん、ちょっと安めに買わせていただくことってできないですか。何を言い出してんの急に。大量に買って唐揚げ屋さんできるなって。いやいや、それあかんねん。それも味の素さんのものやから、うん、転売やねそれは食の食の転売屋。食の転売屋。何だそれ、食の転売屋。さあ続いての商品ですがこちらです、はい、焦がしニンニクのマー油とネギ油が香る、あ、ザチャーハン。もうそこ一番大事だ。すごいね、これもボリュームすごいよ。一袋に 600g。 おお、大満足や。ありがとうございます。じゃあ出てきた。もう私は分かりますよ。さっきの傾向から A で本物を食べてから B で食べてないふりした方が A で味の情報を得てレポートできるっていう知恵がついたはずなんで、 A に置きたくなるところをあえて B にしたりする。もう準備終わってましたよ。よろしいですか。もう準備終わってますよ。じゃあ A からお願いします。行ってきます。何言ってきた、うん、めっちゃリアル、めっちゃリアル。あ、嘘くさくなった急に。あんなカタカタカタはしない。でもリアルすぎたのをごまかすためのあのカタカタカタの可能性あるな。おちょぼ口やな。
チャーハンでああはならないもんね。まあ、どっちかわからないようにするためにああいう口にしてるんでしょうね。まあ湯っていうのはこういうことなんですね。ほう、焦がしニンニクの香ばしさとネギ油の香り、はい、もうほんとタイトル通りです。ほうほう、タイトルに偽りなし。今鍋振りたてのチャーハンじゃないのって思う美味しさです。リアルやな。パラパラです。はいはいはい、わかりました。はい、じゃあ B の方お願いします。行ってきます。いや今んとこ A ですね。あ、また嘘くさい。ターミネーターみたいな音しました。タタンタンタタン、あーターミネーターが完全に。味をお願いします。うまみデータです。うまみデータ、ターミネーターとかかってもない。下手すぎる。本当に美味しいですね、やっぱり。あれ、これ B もありえるぞ。それ以外言うことないです。焦がしニンニクのマー油、はい、マー油の感じとかはどうですか。焦がしニンニクとはこのことだっていう感じです。ニンニクの香りと、はい、でやっぱり食欲そそるようにちょっと香ばしめの香りになってるんですよね。本当に美味しい。これちょっと分かんないな。 B を食べるふりをしてみてください。 B を食べるふり、 B で食べるふりをしてみてください。だよね。なんやねんこれ。だよね。なんあのね、濱家さんの特徴が出ます。フェイクの食べる時ほど頭が沈むんですよね。で今 B の方を食べるふりをしてみてくださいって言った時に、 B の方はさっきまでの食べる時よりもやっぱ沈んだんですよ。ってことは B は今まで本物を食べてた可能性が非常に高い。あなたが嘘をついている。本物は B だ。あなたが嘘をついている。犯人はお前だ。いや全然分かったぞ。そういうコーナーじゃないんですけど。犯人お前だ。 B だ。なんか推理熱を帯びて間違った方向に行ってますけど。私のファイナルアンサーは B です。正解は、A でした。 B も見せろ。 B も見せろ。あーおいおいおい、ほら、はい。いただきます。いただきます。ほんまに美味しいよな。マジでニンニクの風味ふわっとするしな、香ばしい感じがすごい。ニンニクとネギってやっぱもう最強やな。マジでうまいわ。うまいわ。焼き豚、うん、これが入ってるっていうのがまあ全体の底上げでしょ、うまみの。これさ、マジでほんまに店で出されたらわからんやろ、もう正直、うん、ちょっと店以上の美味しさを感じております。どこの店、どこの店。飲めるやん。もうちょい焼き豚入れましょうかって言った人がおると思うね、うん、その人を抱きしめてあげたいな。ありがとう、もうちょい焼き豚入れようかって言ってくれて、うん、焼き豚は抜きましょうって言った人もいると思うね。そいつはクビやろ。ずれてるから。チャーハンです。そんなこと言うやつはずれてるから。チャーハンの会議してて、うん、すいません焼き豚抜きましょうってやつおらん。バカなやつはいないんですよ。さあ次、私、はい、私はこちらです。豚のあふれる肉汁に XO ジャンとネギ油が香るザ・シューマイ。うまそうな断面。うまそうな断面やな。それ、この写真を撮った時点でほぼ勝ちです。こんな素晴らしい商品出来上がったんやから断面撮りましょうって言った人がおると思うね、うん、抱きしめてあげたいな。そうです。
ほんで、いやもうあえて無地で行きましょうって言ったやつもおると思う。それともクリア。おらんねん、そんなずれてるから。シューマイ売り出す時にパッケージ無地で行きましょうなんかおらんねん、そんな人。絶対あった。お前やずれてるの。よし、今回こうしてみるわ。オッケー、いきますよ。はいはい、まず今のところ最初やっぱ A に目線を落としましたが、先ほどのように B にわざと落とした誘導の A ではありませんでした。今の本当に見ちゃった A で、その後目がギョロ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 ってなったんで、あ、やばいやばい、何も考えんと A 見てもうた、正解の方見てもうた、やばいやばい、 B ギョロギョロ、 B B ギョロギョロなんで、これ A です。ほう、もう行きましょう A で。あ、いやいやいや、見てちゃんと。それではいただきます。はい、沈み込むのやめろ。浮き上がってから沈み込む。めっちゃ美味しいです。早すぎるな、飲み込むのが。そんなわけない。噛めば噛むほど中からこの肉汁と中の美味しい香りがふたっと出て、非常に美味しいです。この手のポジション何なの、この手のポジション。めっちゃくちゃ味がしっかりしてます、ね、この手のポジション何なの。 A ではなさそうだな、今の感じ見たら。続いて B です。一番沈み込んで、今までより沈み込んでるな。なんで沈み込みたいねん。あ、もう一発いった。うまいです。出した、これは非常に美味しい。出した、早ない、飲み込むの。中のお肉がねしっかりしてるから、うん、ボリューム感もあるし、うん、やっぱ味がもう全部のシリーズ共通してますけど、しっかりしてるんで、うん、非常に大満足の、食べてる食べてる俺ってなりますね。ね、パリ食ってる。何言ったらいいか、こうどうしよう。 A で言ったような同じことを言うのもどうかなっていうパニクリがあったっていうことは、本物は実は A なんかな。一個ちょっとずるい感じになるかもしれませんけど、はい、5秒後に A と B どっちでもいいんで、うん、見てもらえますか。5秒後にどっちでもいいです。5、4、3、2、1、どうぞ。わかりました。何がわかんの今の。この5秒の間でいろいろ考えたと思うんですよ。本物を見た方がいいのか、偽物を見た方がいいのか。で、本物を見よう、偽物を見よう、本物を見よう、偽物を見よう、偽物を見ようですね、今の5秒は。迷って迷って、逆にない方を見る。正解は B だ。この一連の騒動の犯人はお前だ。犯人ではないねんな。それでは、正解発表します。本当に食べていたのは B。 イエーイ、めっちゃ当てるやん。なんなんあいつ、ドンピシャの推理してるやん。いただきます。いただきます。うまいのよ。あ、いいわ、香りがいいわ。いただきます。うまいね。ほんまに肉汁ね、しっかりちゃんと、ほんで豚の脂も、美味しい豚の脂が出てるから、これはすごいわ。なんか子供の弁当とかも、これ1個でいいんじゃない。少ない。子供のお弁当とかでもいいんじゃないって言うかと思ったら、個数、少ない。ザ・シリーズめちゃくちゃ美味しかったですね。うまい、美味しいわ、やっぱり全部うまい。全部うまいな。全うまです。このザ・ハンバーグ、はい、超がっつり1袋 212.5g、
おお。俺やったら213って書くもん。このあたりがやっぱ信頼でしょ。12.5 まできっちり書いてくれるとこが。俺やったら213って書くし、吉本やったら250って書く。これも10個入りだ。それは分かりやすすぎるやろ。やって数えたら分かるから、うん、いやその辺もね、すごいです。改めてなんか真摯に向き合っていただいてるなと思います。はい、ぜひこのザ・シリーズの詳細概要欄に URL 載ってますので、欲しいと思った方はチェックしてみてください。はい、ちなみにこれ勝負だったじゃないですか。はい、ザ・シリーズってこのパッケージに書かれたさ、このキャッチフレーズあるやん。はい、例えばこの牛 100% 鉄板焼き、ニンニク醤油、黒胡椒、バターが香るザ・ハンバーグみたいな、うん、これのかまいたちをザ・シリーズっぽくちょっとキャッチフレーズ考えてもらおうかな。で最後ザ・かまいたちお願いします。豚のあふれる、うー、焦がし山内にぴったりなまあ、まあゆ、まあゆっぽさの残る童顔ツッコミ、童顔ツッコミ濱家、すなわちザ・かまいたち。いやだいぶ中華の感じが出てたけど、俺のこと童顔ツッコミやったけど、そこが一番衝撃的やったけど、童顔ツッコミ。チャンネル登録お願いします。いろいろあんねんけど、童顔ツッコミやったんや。童顔ツッコミ、バカデカとかじゃなくて、あ、童顔ツッコミ。お前も豚で目に入ったから。ぜひ皆さん、はい、お伺いください。